スポーツエンターテインメントと書かれた大きなスクリーンの前のビッグチャオ今日はソニーのスポーツ事業のさまざまなスポーツエンターテインメントエンゲージメントツールをご紹介しますスタジアムの照明の下で喜ぶファンの写真の上にテキストが表示されるプレイデータから生まれる新たなスポーツエンターテインメントフィールドからファンへフィールドからダイレクトにファンに試合内容を伝えるツールですーークアイイノベーションズのロゴ 試合映像をモニターしながらテニスの試合を見る技術者ホークアイの審判放送やデジタルソリューションはスポーツをよりフェアに安全に魅力的にしより多くの情報を全ての人に届けますジャスティン・ゴルツホークアイ・ノース・アメリカのコマーシャルディレクター 3D 化されたサッカー選手がプレーしその体にはリギングが見える実際の選手がプレーしている映像にボールを追うアニメーションのラインが表示される ホークビジョンのロゴ。3D 化されたサッカーの試合の上にコントロールボタンが表示されユーザーの手が操作するするとカメラアングルが変わり選手のジャンプの高さが2 2 4メートルと表示スケレトラックはフォークアイのトラッキングシステムで正確かつ高速にデータを捉えますホークビジョンはゲームの内容を理解する上で無限の斬新な可能性を提供します 映像と合わせてデータを見せたり、仮想リプレイを見せたり、リアルタイムで審判の判定を分析します。パルスライブのロゴユーザーがタブレットの画面でテニスの試合を見ながら、選手のデータを表示させる。携帯電話の画面では、サッカーの選手のスタッツを操作している。パルスライブは、トラッキングデータを数百万のスポーツファンに日常的に届けるウェブサイト、アプリ、デジタルプラットフォームを構築します。ビヨンドスポーツのロゴ ブロックの形をした 3D の選手が登場するアメフトのアニメーションリオンドスポーツはタ解析ビジュアライゼーション企業です新たな若年層のオーディエンスにクリエイティブなスポーツ体験を提供しますソニーのスポーツ事業がこれまでに生み出したツールに加えてファンコーチ審判員向けに応用範囲を広げ将来のイノベーションを目指していますこれらのテクノロジーは全く新しい手法でスポーツをフィールドからファンにダイレクトに届けます ソニーのロゴ2023グループ株式会社。